ロイさん、お疲れ様です。あ、コメさん、お疲れ様です。今日はですね、コミュニティの大切さはい。についてお話ししたいんですけれども、あ、はい。で、やっぱりですね、僕たちみたいにサラリーマンから独立起業して、外の世界に出てしまうと、何が一番ね、悪影響かなっていうか、何が難しいのかなって考えたときに、コミュニティを失うことなんですよね。ああ、確かに。で、会社組織の中だと、いやおうなしにっていうかね、その会社って大きいところの、この目指すものがあって、それは例えば上場企業だと株主たちに方針発表会みたいな形でね、発表していることだと思いますけど、そこからブレイクダウンされる形で、支社ごとだったり、あとは部署ごとだったり、部署から落ちる形でさらに課だったりね、というところで自分の上司になる存在が、この目指すところを指し示してくれて、みんなもそれに向かって進んでいて、高校大学の部活動のようなね、一つの集団となって、なんかその歩むみたいな力があるわけですか。そうですね。まずはね、手本とするか、悪い見本とするかはね、別として、そのコミュニティ内で、磨かれてきますね。そうですね。で、あそこの良さっていうのは、多分もう自力でね、サボらずにできる人もいると思うんですけど、決してみんなそんなわけじゃなくて、一人だったこと弱くなってしまう人とかもいるじゃないですか。そうで人すがね。いれば頑張れるんだけど、人がいないと頑張れない人も、そういう人でもみんな足並みが揃ってサボらずにやることができるっていうのもあるし、ありますね、間違いなく ね。間違いなく。やっぱり一人で黙々って辛いですよ。独立当時、やっぱりそれがやっぱ一番ね、僕、おしゃべりな方じゃないんですけどね、コミュニケーションないっていうのは結構しんどいところありましたよね。そう、サラリーマンからほら、僕たち脱出した組っていうかね、やった組なんだけど、最初のなんか一番ぽっかり心に穴開くのが、周りに一気にね、人がいなくなることですね、ように。僕も昔は喫煙者だったんですけど、ちょっとね、抜けてこうタバコ飲み同士のこう場所とかあるじゃないですか。ああいうとこでね、こう他部署のね、人とちょっと違う角度のね、話をしたりとかっていうのはなかなかね、ありましたけど、もう独立しちゃうとね、本当にベランダでタバコ吸ってもね、何も起こらないですからね。そう、何も来ないです。情報入ってこない。あとはコミュニティの重要なところって、やっぱりこれがホモ・サピエンスが生き残り続けてきた200万年の中で、だって言われてるんですけど、やっぱりこの情報収集ですよね、これ。噂話から始まり、さまざまな有益な情報も得たり、そうですね。あとは他の部署からそうやってタバコフレンドとかだとアドバイスをもらったりとかね、ヒントがね、ヒントをね、もらったりとかね。ありますね。誰々がこんなことやってこんな実績出したよみたいな、そういう話もね。やっぱ刺激が違いますよね。情報が入ってくる中で、じゃあ自分もな、いろいろ考えることもあるじゃないですか。あります。それが外の世界行っちゃうと、この急にこの情報の規模はバーンって広がっちゃうんですよ、ここに。インターネット調べても本屋行っても、とにかく今の時代の問題っていうのは情報がありすぎて、情報の洪水の中で、いや、自分がこの経営者として活動するときに、何と情報を調べればいいんだってわからなくなっちゃって。そうですね。どこをね、信じればいいのか。真逆の話がね、いっぱいありますからね。ありますよね。全部やりだしたら本当ぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。で、そういう中で、やっぱりね、本当に外の世界出てこそコミュニティっていうのは大切だと思うんですよ。で、やっぱりね、本当に僕、独立起業したサラリーマンが稼げるようになるかなんないかって、コミュニティって決まるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。そう、どのコミュニティに属して、誰とこの、ね、情報交換しながら自分がやっていくかっていうね。中にはね、一人ぼっちでこの活躍してできちゃう人とかもいると思うんだけど、インターネット使うことで。そうですよね。中にはね、僕なんかはあれですね、やっぱり見本となる経営者さんのところに結構行きましたよね。その一人社長とか、起業してる方の、やっぱエッセンスがやっぱり真似ましたよね。一人でできちゃう人もいると思うんですけど、基本的にでも長い年月で見てると、コミュニティに属してない人ってやっぱりホモ・サピエンスの特性的に圧倒的に弱いみたいで、みんな潰れていくんですよ、一人ぼっちの人って。どうしてなんでしょうね。それで生き残ってきた人たちだからって、僕たちは。
常に誰かと交流してないと、うんうん、もう本当そもそも生きる、うん、そのものも失っていくみたいな、はい、うん、例えば最近ほらなんか芸能人が自ら命を絶つっていうのもなんかないんだけど、あれもやっぱコロナ禍で突然ねいろんなものを失ってコミュニティを、うんうんうん、家に閉じこもっちゃってああいう風になってるんじゃないかなと思って、はい、そうですよね。そういう中でやっぱり老意識の一期生たちがああやって全員ね、稼げるようになれたっていうのもとうとう、はい、やっぱりロイさんっていう人を中心としたコミュニティに属してるからだと思うんですよ、はい、やっぱり思ってたよりもそのこうみんなで取り組むっていうところがものすごくこう効いてるなっていうのはやっててねやっぱり感じましたですよね、はい、縦じゃなくて横の部分ですよね、うん、そこがやっぱり続けるとか伸びる鍵かなっていうのは感じましたね。本当そうですよね、あれ例えばじゃあ動画をポンと渡してね、うん、内容全部ここに入ってると、はい、やってこいと、うん、以上だけだったら果たして何人が稼げるようになるのかなと、まあ、ほぼゼロじゃないですかね。なんだったらあそこに全部書いてあるわけじゃないですか、ね、だって中に僕何も秘密してオープンな話をしてますから、ね、学生時代のね教科書ってあるじゃないですか、はい、まあ、簡単に言うと中1から高3までの教科書全部自力でやれば、うん、学校なんか行かずとも、うん、大学合格できるわけですから、ね、そうですよね。そのための、ね、教科書ですもんね。ところが人間一人ぼっちでそれできる人って本当の一部の人しかいないと思うんでね、うんうん、ほとんどの人たちはこの学校というコミュニティに所属して周りを見ながらやってないとエネルギーっていうのも湧いてこないし、はいはい、できない時代があると思うんですよね。自分の座標も見失うんでしょうねきっとね。そう、うん、はい、今どこにいるというのがどこにいるかってね、うん、だ人間というのはやっぱりねこの集団の中の一つなんだなっていうのが分かりますよ ね、 やっぱね、うまく自分 の、 この目的に合うね答えを導いてくれるコミュニティっていうか探し出して、うん、でその中に身を置くことで、うん、うまい具合で稼げるようになってくるのではないかと思いますね、うん、やっぱそこの接触頻度が高い方の方がやっぱ成果出やすいですよね。ですよね、結構ね、そのおかげで多分公明を取るとかもね接触頻度がロイさんが高かったんで、なんだかんだ言って一番質問とかも多かったような気がしますね。そうですね、うん、はい、そう質問量とかもやっぱりね結構ね、うん、何式でもやっぱ反映されますよ、うんうん、質問してこない人よりも質問してくる人の方が圧倒的にやっぱ稼げますよね、うん、なぜか、うん、これもコミュニティに属した後のどうね、はい、やっぱ中心となる師匠的な存在の方にこの質問するかっていうのはすごい重要だと思うんですね、うん、コミュニケーションを取るか、うん、だと思います。なんだったら自分に愛情を注いでもらうのと一緒じゃないですか、うんうん、ですよね、うん、ということでやっぱり皆さんもですね、はい、ロイ式興味がある方はやっぱりねロイさんのコミュニティに所属するチャンスっていうのをね、はい、狙っていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね、ですね。なかなかほら人数制限があることなんでこれ、はい、日本一商談会の OJT に入るんでね、参加難しいんですけど実際は、はい、タイミングも限られてますし、そうですね、参加人数も、はい、まあロングでやるんでねうちの講座は、はい、でもそういうチャンスを見つけていってもらいたいなと、はい、あとはそうじゃない場合も、はい、まあ、それぞれにとってのね、うん、最適なコミュニティっていうのを見つけてね、そうですね、はい、そのコミュニティを意識してやってもらうと外の世界でも稼げるようになるんじゃないかなと思うんですよね。サラリーマンの方は特にね、つながってきますね、はい、はい、間違いなくつながってきます、はい、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。